はい、お疲れ様です。お待たせしました。はい、お待たせをいたしました。それでは福山幹事長の定例会見を始めさせていただきます。進行は福山幹事長から進めさせていただきます。それではまず幹事長からお願いします。はい、ご苦労様でございます。福山でございます。まず冒頭でございますが、本日、国民民主党の決闘を受けまして、立憲民主党に、衆議院1名そして参議院10名計11名の方のご入党をいただきました。心から歓迎したいと思います。また参議院はいろんな地域事情その他も含めて無所属を選択をされながら立憲民主党と参議院で会派を共にしようという方が6名会派を一緒にやるということで会派届を提出をいただきました。これまでの7名の会派に加えて本日16名の参議院議員の皆さんがご参加をいただくということで計23名の立憲民主党ポツ民友会という会派で再スタートをすることになりました。心から、参議院議員の皆さんの参加を歓迎したいと思いますし、一期当選の強者が我々の仲間として参議院の委員会に加わっていただくことは審議に加わっていただくことはもう心から嬉しく思いますし、共に戦っていく仲間がこれだけ増えたということで、これまで以上に緊張感を持って参議院の審議に臨みたいと考えております。そしてこの立憲民主党ポツ民友会の会派の役員人事でございますが、ただ今初めての議員総会を開催をさせていただきまして、会派の会長は不詳、私が引き続き務めさせていただくことでご了解をいただきました。幹事長には代表経験者であります蓮舫参議院議員にお願いをし、国対委員長にはこれまで最大会派の国対委員長でこの通常国会の審議に大変ご尽力いただきましたナタニヤ参議院議員に国対委員長をお願いをすることを決めました。そして、議運の一人事には無所属の方から芝参議院議員に一人事をお願いし、議運の委員にこれまで、オブザーバーとして、としか参加できなかった江崎参議院議員に議運の次席の委員として、参加をいただくことになり、この芝理事と江崎委員には国対委員長代理としてナタニヤ国対委員長を支えていただくということを決めました。これまでの通例で言えば副会長とか精神会長とかいろいろ役員人事を作ってきたのですが、23名という大きな所帯でもありませんし、あと1ヶ月ちょっとの通常国会でございますので最小限の人事で、皆さんにご了解をいただき、この体制で、残りの通常国会、戦ってまいりたいと考えておりますので、ご報告をさせていただきました。私からは以上でございます。はい、それでは記者の皆さんから質問をお受けをいたします。社名と名前を名乗っていただければと思います。はい、どうぞマイクがいきます。すみません、NHK 消防署です。これはちょっと確認したいんですが、入党は今日の上官で正式に決定したんですか。はい、今日 の, あの上官で入党は正式に決定いたしました。会派にはこれは上官で測られる。測りません。会派の議員総会で、ごめんなさい、会派入りは会派の結成をお昼にやりました両院議員総会で、これは規約事項ですので、今日は会派の結成について、両院議員総会で決定をいただきましたので、そのことをもとに、会派の議員総会を最初に開いて、そこで、会派の、議員総会で役員についてご了承をいただきました。
参院の幹部人事はこれはどこか、何かですか。だから今の会派の議員総会でお諮りをして決定をいただきました。はい、それではどうぞ。関連で理事のお待ちです。新君さんは今日入党届を持ってこられたという。はい、今日午前中私の部屋に来ていただいて入党の届出をいただきました。はい、ここはいかがでしょうか。どうぞ。全レポートされたんですけども、率直にお伺いいたしますけれども、先日レインボーパレードに参加されて、はい、ご感想をお願いしたいのは、これからこうなってほしいとかっていうのはもしあればよろしくお願いいたします。まあ、レインボープライドに枝野代表も私も参加させていただいて、立憲民主党としては国会議員、自治体議員、スタッフ含めて40名以上の皆さんで、まあ、パレード行進をさせていただきました。年々参加者が多くなっていると感じますし、ブースの参加企業も非常に増えているので、この LGBT もしくは素地の問題についての理解が広がっているなということは、レインボープライドに参加して、率直に感じました。またそれぞれがいろんなご自身のご経験を踏まえて、非常に皆さん優しいなという雰囲気の会場がたくさんあって、それぞれがまあ、いろんな心の葛藤とかを経験した上で、パレードに参加をされているということも含めてですね、非常に多様性を大切にする、誰も排除しないという空気が、まあ、満ちあふれていて、まあ、我々立憲民主党の綱領に掲げた、多様性を大切にする社会を作っていくということの一つの、なんていうか、形のようなものが雰囲気に、あるなというふうに思いましたので、まあ枝野代表も言われましたけれども、我々は LGBT 差別解消法の制定をはじめですね、国民の理解が広まるように、これからも広がるようにですね、党としても努力をしていきたいなと感じました。以上です。はい、それではこちら朝日新聞の及川です。今日は働き方改革関連法案の対案をですね、意見反応が出ているかと思うんですけれども、この今後の削除が求めているということに実際違いもあるんですけど、対案をこう出した狙いを改めてお伺いしたいということも、やっぱりどういった違いを国民にこれから伝えていきたいかという、国民に伝えていきたいかという提案との違いを改めてお伺いしたいと思います。で、何との違い、何との違い、あ、政府案と、はい、ありがとうございます。はい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 、はい、ちょっと今この理事本部皆さんも今やってる状態なんですけども、邪魔していて自由な審議時間がやれるのかというところだと思います。はい、まず、まあ、国会が正常化した状況ですし、まあ、残念ながら本会議委員会働き方改革関連法案を空回しをされるという、まあ、非常に残念な事態になっていましたので、まあ、我々正常化をした時点で我々の働き方関連法案に対する対案として、提出をさせていただきました。もちろんコープロの削除、それからいわゆるインターバル規制、それから上限規制も含めて、我々としては我々の考える働き方改革について政府案との大きな違いをですね、強く委員会で主張していきたいと考えております。で、この空回しの時間についてはですね、辻元国対委員長が大変ご努力をいただきまして、今後この部分についてはですね、しっかりと補充質問ができるような状況で厚労委員会を再開していくということが、まあ、調整をしているということですので、できるだけそのことが実現してもらえるように、まあ、与党側にも強く求めていきたいと考えております。はい、他にいかがですか。どうぞ。今の関連なんですけど、社名と日本経済新聞の佐藤です。今の関連なんですけれども、働き方改革の対案は今日は国民民主党さんも出されていると思うんですけれども、
された理由と、あとどうして報道で出さなかったのかというのを改めて思います。まず、まあ、働き方関連法案の対案としての、まあ、考え方については共通する考え方が多いというふうに対案を作成した西村智奈美衆議院議員からはしっかり報告を受けています。一方でそれぞれ異なる政党ですから、細部にわたっては考え方等々、法案の立て付け等々が異なってくるのは、まあ、自然なことですので、立憲民主党が考える働き方改革の対案について、まあ、しっかりと国民に伝えたいという思いで、別々に対案を作った、まあ、これはもう普通のことだと思います。また本日同じ日になったのは、まあ、国会が正常してきた日でありますし、また先ほど話をさせていただきましたように、与党側が空回しをしてきたことも含めて正常化した日に提出をしようということは、まあ、政党として、まあ、ある意味合理的な判断をそれぞれがしたということだと思いますから、あまり大きな意味はなく、きっちりと国民民主党さんもうちも自分らの考え方を今日提示をしたということだと思います。はい、どうぞ。そしたら両院支部の佐藤と申します。新潟県知事選についてお伺いしたいんですけども、先ほど県議の池田千佳子さんが出馬表明をされたということで、まあ、原発再稼働に申請が慎重姿勢を掲げているということなんですけども、まあ、立憲民主党として支援をしていくのかどうか、今回対応について考えを聞かせてください。はい、今日午後から池田千佳子さんかな、新潟の県会議員の方が新潟の知事選への立候補の意思表明をされたというふうに承っております。我々のもともとの仲間であった菊田衆議院議員が同席をしているというふうにも承っております。まあ、まずはこの知事選挙に、候補者として、立候補するというご誘弾をいただいたことについては歓迎をしたいと考えています。まあ、今後各党に、推薦要請なのか応援要請なのか詳細は分かりませんが、するような会見だったというふうにも聞いておりますので、まあ、我々としても新潟の衆議院議員であります西村智奈美衆議院議員と県連ともしっかり協議をしてさせていただいて、その池田県議から何らかの形のアプローチなり推薦要請なのか支援要請か分かりませんが、来た時点で、真摯に受け止めて、党としての対応を検討していきたいと考えております。はい、新潟県知事選の関連なんですけれども、まあ、6月10日の投開票ということで、まさにその与党対野党の戦いがですね、真っ最中に行われる知事選ということになりそうなんですけれども、そういう位置づけから、安倍政権と対峙する、与党と対峙するという中で、知事選をどう見ようとしているのか、あるいはまだその段階に至っていないのか、幹事長の考え。まあ、まだ与党側も候補者が決まっているわけではありません。まあ、選考過程の中にあるんだというふうに受け止まっておりますので、まずは選挙ですから、どういう形の選挙の構図が出来上がるのかを見てみないと、今ご指摘のようなどういう対決の形になるかというのは今のところでははっきり分かりませんし、ただ一方で、脱原発を目指すのか目指さないのかということはおそらく大きな争点の一つになると思いますし、枠組み次第では与党と野党が真っ向から対立するような構図になる可能性もあると思います。その段に なればやっぱ国会の審議も影響してくると思います。ただ基本的には知事選でございますので、ワンイシューも大切ですけれども、新潟県民の生活の安定、そして新潟県民の皆さんの
将来に対するいろんな高齢化に向けての不安とか、人口減少に対する不安とか、地域の経済の問題とか、そういったことも総合的に判断をする中で知事選は戦われるべきだとも考えますので、まあ、おそらく対決構図にはなるというふうには思いますけれども、まあ、今の段階で、まあ、これ以上のことを申し上げるのはまだ時期が早いかなと思います。はい、他いかがでしょうか。どうぞ。TBS の小林です。よろしくお願いします。参議院の会派についてお伺いしたいんですけれども、今日新しく16名、増えまして、大幅に人数が増えたと思うんですが、一方で野党の第一党は、国民民主党ということになりましたけれども、まずこの受け止めと、国民民主党の代表の玉木共同代表はですね、基本的に原則審議拒否はしないという方向性を打ち出されていますが、この野党内の足並み、どう揃えていくのかお考えをお聞かせください。まあ、それぞれの参議院議員の皆様が、まあ、私も民進党新緑会の一員だったわけですけれども、それぞれのご判断の中で選択をした結果ですので、私にとって言えば冒頭申し上げたように、一人から始まったものが今23名の仲間がいるというだけで非常に心強いので、まあ、野党第一党か第二党かというのは、まあ、結果ですがほぼもう互角の数字ですので、まあ、野党第一党が今国民民主の会派であったとしても、それは同等の議席を持っている我々にも、まあ、一定の配慮をしていただけるものだと思っていますので、まあ、現状のところでは、まあ、それでとにかく戦っていくということだと思います。今の玉木代表のご発言については、まあ、あまり詳しくはつまびらかに存じ上げるわけではありませんが、まあ、原則としてとついておりますし、まあ、国会は局面が来ますので、局面局面においてはいろんな判断が起こって私は叱るべきだと考えます。私は6党が5党になってもこの国会内での野党共闘、これまでも働き方改革関連法案の裁量労働制を削減をさせた問題や森友加計問題、日報問題での6党の協力関係というのは非常に大きな力になったと思いますので、それが結果として5党になったとしても国会内での共闘はやっていくべきだと考えております。はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。京都新聞の笹井と申します。国民民主党の関係で国会においては、まあ、規模が固まったと思うんですけれども、自治体議員の方は、まあ、これからどうするか決断される方も多いと思います。そういった、まあ、悩まれているような方々に対して立憲民主党として主体的に何か働きかけをされるか、あるいはその個々の方の判断に委ねられるのかお考えをお聞かせください。我々ももう決闘して半年以上経ちました。綱領も作りましたし、我々の姿勢もかなりご理解が広がったと思っております。まあ、これまでこの国民民主党の結党に際して、まあ、我々自身はその準備をされているときに、まあ、あまり何らかの形で動くよりもそこは見守っていようということでした。まあ、こうやって、まあ、新党ができまして、それぞれの政党が立ち上がっていますので、来年の統一地方選挙に向けて、もともと民進だった地方自治体議員の皆さんがそれぞれの支援組織や地域の事情やそれぞれの応援していただいている方の声を受けて、我々立憲民主党の理念政策に、共鳴をして、一緒に統一地方選挙を戦いたいと思われる方がいらっしゃれば大歓迎ですし、我々いくらでもそのご説明にも働きかけもしていきたいと考えています。まあ、現に今日の常任幹事会でも、20数名の、地方自治体議員の入党がまた今日承認をされましたし、今日は、19名承認をされましたし、公認候補者として立候補したい方々ももう本当に日々
申請があるような状況でございますので、我々としてはこの状況を、ある種契機にですね、より多くの自治体議員の皆さんへの入党も働きかけていきたいと思いますし、それぞれのご判断で、こちらに来ていただくことも大歓迎というふうに申し上げたいと思います。ありがとうございます。はい、ほか、じゃあどうぞ。どうぞ。日経新聞の佐堀です。今日の本会議でも TPP の質疑があったと思うんですけれども、今後立憲民主党としてどういうスタンスで審議に臨んでいくかというのを改めて、まずですね、アメリカが今二国間を求めているという話もあり、この間のトランプ大統領と安倍総理の記者会見の中では、トランプ大統領は TPP への参加については非常に否定的なご発言をされました。ではアメリカ抜きの TPP に対してどの程度の経済効果があるのか、農業に対する影響はどの程度大きいものなのか、具体的な数字、それから交渉経過も相変わらずの苦悩にしか出てきていません。やっぱり審議の中ではこういったものをきちっとですね、表に出して確認をしていかないと、農業者の皆さんも含めて不安で仕方がないというふうに思っていますので、じゃあ日米首脳会談でどんな議論があったのかとか、実際のアメリカの議論 TPP ではどのような経済効果があり、どういう交渉だったのかということをまず明らかにしていただきたいというふうに考えておりますので、確認をしなければいけない、検証しなければいけない審議の内容は多岐にわたると考えております。はい、他いかがでしょう。どうぞ。フリーの方です。地方の状況ということを考えて、お伺いしたいんですけど、静岡でははっきり言って立憲の支持はほとんどありません。これは青山さんの件で、また明日ですね、静岡の、市会議員の女性4人が、福山さんに面会を求めてきます。この前の、西村さんとですね、大河原さんの回答では飽き足らなかったということで、はい、それでですね、とにかくセクハラという問題について一番ですね、はっきり言って鈍感なのは立憲民主党ですよ。江戸川区でも大問題になってますよ、安倍さんの件。明日ですね、会ってやってください。よろしくお願いします。外からもマスコミがたくさん来ますから、はい、堀田さんのご指摘ですので受け止めさせていただきたいと思いますが、一番鈍感だと言われるとそこはなかなかそうですかとは言いにくくて、我々はいつも申し上げているように加害の事実についても認めていますし、謝罪もしております。そのことについて被害者の皆さんにご迷惑をかけたことについてもとても申し訳なく思っています。一方で、被害者の皆さんに二次被害が出ないように考えることも我々としての責任だと考えております。我が国の財務大臣がセクハラは罪ではないと言ったりですね、改ざんはどこにでもあるというような発言をしていることも私は非常に遺憾に思っておりますし、これ以上は申し上げませんが、未だに財務省がセクハラを認めても財務大臣もご本人も認めてないという実態がありますので、そのことについても我々としては非常に遺憾に思っています。太田さんのご指摘は受け止めさせていただきたいと思います。はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。パクさんの宮島です。国民党ができたことで、いわゆる国民党と立憲党との関係というのはより競争的な関係、ドミノセクラベルの主産品数なら当然こう数集めというか、そういう方向でいくのか、ことさらに国民党側は優等という言葉をおっしゃるけど、あまりこちらは優等とはおっしゃりませんね。これどういうふうになるんでしょうか。これから要するに最初三党会派って話があったんですけど、国民党と
物件等の開発というのはまず不可能に近づいたというふうに見ていいんでしょうか。共通的関係だったと見ていいんでしょうか。それからどうでしょうか。まあ政党として決闘されて、我々も半年前に決闘して今活動していますので、それぞれの政党の独自性はあってしかるべきだと考えます。そして国民の支持をより多く、より強くいただくために、それぞれの政党が切磋琢磨をしていかないと到底安倍一強政治に立ち向かうわけにはいかない、立ち向かうことにはならないと考えています。一方でかつての仲間もいらっしゃいますから、ことさらに角を突き合わせる必要もないと思いますが、政策の方向性、さらには党の独自性、そして党の在り方等々については、まあ、それはお互いがお互いの政党の個性を出して、より国民に信頼をいただけるような政党はどちらかということで、一定の、競争という表現がいいのか、それぞれを国民の皆さんに訴えていくことは必要な関係になったのだと思います。はい、他いかがでしょうか。どうぞ。次事をお待ちです。あの、明後日なんですけれども、あの柳瀬さん、まあ、関門じゃないですが、公開招致という形で実現することになりました。あの、まあ、その総理の関与を含めてですね、柳瀬さんに対してどういったことを正していくかということをお伺いできますか。正さなければいけないことはたくさんあります。一つは、今高官言われているように、なんかお会いになったことを思い出したというようなことが聞かされていますが、なぜこれまで去年の国会で記憶の限り会っていないと言い募った柳瀬元秘書官が急に思い出したのか。まさか都合のいいとこだけ思い出して、他は相変わらず記憶にないなどという不誠実な答弁はしないと思っていますが、愛媛から文書が出てきて、農水省から文書が出てきて初めて思い出すというのは、まあ、あまりにもお粗末な去年の国会の答弁と言わざるを得ないので、そこは国民に疑念を持たれているものとして、しっかりと記憶を取り戻していただいて、明確にごまかしのない答弁を強く求めていきたいと考えています。はい、よろしいでしょうか。いかがですか。どうぞ。すみません、あの会派のようになって参議院の議長ポストいろいろ変わると思うんですが、今その立憲民主で、環境党を局ともう一つなんか国家とかあったと思うんですが、それぞれ委員長ポストで、あの党で考えて、あのこのポストにこの人っていうお考えがあれば教えてください。あの、実は議運でかなり長考時間、先ほど、議論が続きまして、芝理事がかなりご苦労いただいたんですが、どうも大会派中に委員長ポストを取ったというような話になっていまして、今後ですね、委員長のどの配分かを確認した上で、そこについて、我々としての委員長の人選に入りたいと思っています。今これ会見をやらせていただいているので、他の参議院の執行部の役員はそこの作業に入っていますので、私もこの会見が終わり次第その作業に入りますので、今のところは少し、あの、まだ明確な答えが、あの、答えられませんので、お許しをいただければと思います。はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。あの、10日の野党の質疑、私は注目しておりまして、ただ、まあ、佐川さんの時でも、まあ、例えば無所属の江田さんは5人とか、やはり本来戦闘力のある人が質問しませんとね、それを含めて野党ってなんかそういうところで連携するべきであってね、あの数の競い合いじゃなくて、その辺は
どう考えになりますかね。やっぱり10日これでろくな質問できないと、本当に思い休んでたことがですね、問われると思うんですけどね。あの宮島さんのご指摘の通りだと思います。私は戦闘能力があるかどうか別にして、佐川さんの時にはわずか6分ですから、始まったと思ったら終わってしまいました。今辻元国対委員長とも話をしていまして、辻元国対委員長は野党の時間をまず取ることについて、昨日おとといの交渉をかなりやって、結果として野党側の時間を大幅に増やしていただきました。配分についても、まあ、それぞれの少数会派とは言いながらですね、それなりにまとまった時間ができるように、辻元国対委員長努力をされると言っていますので、今まさにその作業をしているところだと思いますので、まあ、その指摘に 100% 答えられるかどうか分かりませんが、我々としては今回努力をしていくつもりでおります。はい、そろそろ時間なんですが、よろしいですか。じゃあ最後の方でよろしいですか。よし、あ、最後2名で、じゃあ、翼男性から。はい、共同通信のお伝えしました。先ほどちょっとお話に出ましたが、麻生財務大臣が今日もセクハラ対という罪はないという仕事も展開されたんですが、それについての受け止めお願いします。まあ、そのことは加害者側からの発言であって、それは被害者側から見ればある意味二次被害ですね。被害者から見たらその発言自身で私は気づくと思います。全く配慮のない発言だと言わざるを得ません。またこの発言何度も繰り返しておられますので、そんなことで財務大臣がセクハラに理解のないことを国際社会に広げて、一体何の国益なのかと。日本の社会、日本の財務大臣はこんなにセクハラの理解のない人が、それも何度もこんな発言をする人が財務大臣をやってるのかというのが国際的な評価になることについても非常に遺憾に思っています。じゃあもうじゃあ最後で、はい、どうぞ。もう二人いたよ。共同通信の石田です。先ほど質問出たところで恐縮なんですけれども、新潟県知事選についてなんですが、おそらくその与野党の対決構図になるとは思うかというようなご発言がありましたけれども、現時点で野党統一候補というふうになるのがやはり理想的というふうにお考えでしょうか。私はその立候補表明された方がどういう形で政党に支援要請をするのかまだつまびらかではないので、野党統一候補ということを候補者自身が願っているのかどうかわからないので、今私が申し上げるのはあまり適切ではないと思います。ただその質問にお答えするとしたら、野党統一候補も大切かもしれませんが、新潟県民がまさに県民を挙げて全体として応援できるような選挙体制を作ることがより大切だというふうに考えます。それでは最後とさせていただきます。どうぞ。すいません、フジテレビ大月です。5時半から防衛省が会見をしまして、統一会派を今回組んだ小西議員に対する文面を入った自衛官に関して処分を発表されて、訓戒ということで、あと5月中旬にも統合学寮から空自の方に移動させるということなんですけども、この処分で十分かどうか受け止めお願いします。処分でそれが十分かどうかについては今即座に判断ができません。どういう調査結果で、そして、どういう発言を結果として、その自衛官がしたのかについて、実は最近
ちょっとずれていまして、小西議員と防衛省側の話がずれている部分もあるので、事実関係の特定をどのように調査結果としてして、その上でどういう今回の処分だったのかについて、まあ、きっちりご説明を、まあ、まずは小西議員にしていただき、その後国会の委員会等でもしっかり確認をしていきたいと考えます。まあ、小西議員は我が党と一緒の会派のメンバーになりましたので、これからこの問題については我が会派としての問題にもなりますので、そこはしっかり確認をしながら、その調査報告と処分の内容について検証してみたいと思います。はい、ご協力ありがとうございました。それではこれで幹事長会見を終了させていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。